ヒラノシオのパリ訪問。ファン驚学のレストランでのひとときは、謎の夕食が明かされる。紫輝くんが体験した贅沢なパリの夜、ホテル、エルドラドの魅力とは魅力的なパリの夜に、ヒラノシオくんが独自のエクスペリエンスをシェアしました。多くのファンが彼のチェックイン先に興味津々でしたが、今日は彼が夕食を楽しんだレストランと、その周辺で繰り広げられたエキサイティングな瞬間に焦点を当ててみましょう。 パリの夜は、ミスジンソーダとデジハリ祭りで、紫輝くんの愛に包まれていました。彼が訪れたサロンは、普段は貸し切りで利用される場所で、幸運なファンたちに案内してもらえたようです。そこで、紫輝くんがフレンチ料理を楽しんだと語っていたことが、興味深いエピソードの一つでしょう。レストランは非常に素敵な雰囲気で、その名も、ホテル、エルドラド。ホテル、エルドラドはパリの中心に位置し、ムーラン、 ルージュまで徒歩わずか9分、ロマンチック生活博物館まで11分の距離にあります。この高級ホテルは、ララリー、ラファイエット百貨店やオペラ、ガルニエといった有名なスポットにも近く、その立地からも魅力を感じます。ホテル内にはテラスや庭園があり、無料の無線インターネットアクセスも完備されています。さらに、ベビーシッターやツアー、チケット案内も利用可能で、設備面でも充実しています。 エルドラドウ、レストランでは、フランス料理を堪能できます。バー、ラウンジでは、ドリンクを楽しむことができ、庭園からの眺めを楽しむこともできます。また、屋内での食事も可能で、コーヒーショップ、カフェでも美味しい食事が楽しめます。特におすすめは、郷土料理の朝食で、午前7時から11時まで提供されています。有料、サービス面では、24時間対応のフロントデスクや多言語サービス。 お荷物保管サービスも利用できます。セルフパーキングも可能ですが、有料ですので注意が必要です。このホテルには全26室の客室があり、それぞれ異なる装飾が施されています。床暖房やスマートテレビなどの設備が整っており、快適な滞在が期待できます。部屋には低反発ベッドが備わり、無料の無線インターネットアクセスも提供されています。セーフティーボックスやミニバーも完備され、 ハウスキーピングが毎日行われています。紫輝くんのパリの夜は、素晴らしい料理と贅沢な宿泊先で彩られていました。ファンたちは彼の滞在先や食事の情報に興奮し、その瞬間を共有することで、コミュニティは一層結束しました。紫輝くんの旅は単なる移動ではなく、特別なエクスペリエンスとしてファンの心に残るものになりました。 パリの夜に広がる愛と冒険の物語、これからも楽しみにしているファンも多いことでしょう。